already drank so much. Ah, Joanna. Sorry, I forget the rules. It's okay. YouTube チャンネルへようこそ。今日ゲストがいます。こんにちは、ジョエナと申します。よろしくお願いします。私の親友。でもジョアナはずっと前から私のチャンネルに来てほしかったんだけど、そう、ずっと話したけど、うん、いつもなんか忙しかったね。忙しかったとかね、よく会わなかったとかね。でもやっと今日撮影できました。でも悲劇なお知らせ。ジョアナがもう日本にいなくなる。もう引っ越す。なんで？なんでだろうか。いろいろ理由があったけど、私の生活は日本で本当に楽しいし、本当になんか友達とか日本の文化とかが大好きだけど、仕事はちょっと大変ですよね。そうなんだ。仕事が大好きだけど、うん、別の仕事をしたいなと思って。日本に残ったら多分ずっと同じ仕事しなければならないと思ったから、あと帰ったら別の仕事できると思った。あ、じゃあいろんな仕事をしてみたいってこと？ずっと同じ仕事じゃなくて。そうですよね。ずっと幼稚園の先生やってたけど、うん、大学で私、政治勉強した。すごい頭いい。違う。でも政治系の仕事をしようと思ってるから、アメリカ帰って多分なんか政治系とか、アメリカの初の大統領、女性の大統領。ハレルヤ、ハレルヤ。それはちょっと。そうだから、うん、帰るね。帰る。それも私の両親ちょっとなんか年上になってるから。あー、ね、私一人っ子だから、うん、なんか両親は、うん、手伝いたい、うんうん、手伝いたいよね、年取ったら、うん、で、ジョアナが私の親友なんだけど、ジョアナ、私たちはどうやって初めてだったか教えてください。そうだよね、2年前ぐらいかな。2023年、私、最初にテルマは私のこととか好きじゃないと思った。美人で本当に、私のこと嫌いと思ったから、ずっと怖いかったと思った。私も同じことと思った。あ、この人私のこと嫌いだなってずっと思ってて。でもあの日はね、職場のパーティーがあって、私たちは梅酒が大好きから友達になって。そうね、梅酒のおかげで友達になったね。えい、イエーイ。絶対梅酒飲んでる2人で。そう、ね、だから、うん、酔っ払いって友達になった。それはそのまま友達になったね。あとなんかボーイズトークもあったね。そうね、ずっと、うん、なんか BTS についてBTS について話したね。B 惜しいね。いやいや、 V、 V、 そうだね、日本語で違うね、なんていう V。 あ、でも別のテヒョン？テヒョン。No、違う違う違う。あ、違う。日本で V じゃなくて、なんていう？わかんない。V だと思ったから、テヒョン。違うか。I know. What about you? I like RM. Oh, yeah, the smart guy. Yeah. So smart and handsome. Yeah, he is handsome. So big. He's such a big dude. He is really big. He's huge. But you know what? Size is not important. It's
we like men of all sizes. Short kings for the win too. Oh, that's brilliant. We're not here to body shame people. No. We're very accepting of everyone. Yes, we are. But we still have our types. And my type is men. All men, everywhere. So, we'll see you for the next video. You gotta tune in for the next one. Yeah. What am I talking about? じゃあアメリカに帰ったら何するの？何するだろうか。とりあえずなんかフリーターするかな。あのちょっと、ね、あのこの間はなんかチャンスがあると思う。なんか大人になったら、ずっと仕事しなければならないでしょ。でもこの間は、私あの私のお母さんとお父さんと一緒に住むからあのお家賃とかないから、フリーターしたら、貯金できて、うん、あのちょっとなんか、リラックスして、うん、あのちゃんと、まあ、まだ、なんか何の仕事したいか決めてないからあのなんか調べるとか。なるほどね。いいねいいね。今、私の両親はあの山に、結構田舎町に住んでるから、うん、あのちょっとなんかフリーターしてなんかバーテンダーとかしようと思ってるけど、楽しそう、うん、イエーイ。大学の時あのレストランで働いてて本当に楽しかったけど、うん、あの大変だよ。妻それも大変、全部の仕事大変でしょ。大変だよ。でも何でも大変だと思う。じゃあ、 あの最後聞きたいのは、日本について何が好きだった？アメリカに帰った後に恋しいものは何になると思う？そうね、まあ日本本当に好きだからそれはちょっと難しい質問だけど、多分安い食べ物かな。なんか日本であのレストランとか本当に安い、あのアメリカと比べるとめっちゃ安いね。なんかアメリカのレストランは多分なんか例えば昼ご飯はね、それは多分$20-25ぐらい、うんうん、日本ならなん500円でしょ、うんうんうん、昼ご飯。そうだね。そうだから多分安いし、おいしい食べ物は、うん、恋しくなる。恋しくなる。あ、なるほど。やっぱ日本の食べ物が勝つよね。だよね。ちなみに日本の一番好きな料理は？一番好きな料理、もつ鍋。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 大好き。そうなの？そう。まあ美味しいね。マジで美味しい。それが一番マジで。うん。もつ本当に大好き。アメリカでないね。アメリカ人はもつ本当になんか怖いと思うから。あ、ないと思う。まあアイスランドもそうだと思う。うん。そういう食べ物ないね。ね。もつとか。うん。それ美味しいよね。そう。まあ寿司も大好きだけどアメリカであるから、うん、多分。つ鍋が一番。Okay. So, oh, one thing I forgot. In your 自己紹介, can you add like, can you do it one more time? Yeah, yeah, yeah. And can you add like, I've lived in Japan for 4 years. Okay. Okay. So you want me to say my name? 仕事. 仕事. How long you've been here? Anything else? Where I'm from? Yeah, where you from? You. Right?Okay, so I'll end this here. Oh, you're so cute! There's your thumbnail. Yeah. では皆さん、これで終わりにしたいと思います。あの、いいねと登録を忘れないでね。
で次の動画はボイストークをしますので絶対見てくださいまた次の動画で会いましょう。バイバイ。